あら、戻ってきたわね。ごめんごめん、ちょっと遅くなっちゃった。ティータとレンちゃんは？つい先ほど戻ってらっしゃいましたよ。今は2階でお買い物の戦果を見せ合っているみたいですね。そっか、楽しんできたみたいね。それじゃあ私たちも報告しようかな。ええ、よろしくお願いします。なるほど、ずいぶんいろいろな情報をつかんできたみたいじゃない。まあ決定的なことは何も分かってないけどね。知らねえの方はどうだった？正直どこも外れだったわ。大聖堂、ホテル、飛行船公社、いずれも脅迫状を送ってきた犯人の心当たりはないそうよ。飛行船公社は空賊事件のように後からミラの要求があることを警戒しているみたいだけど、今のところその要求もないみたい。そっか、結局犯人の可能性はいろいろと考えられるんだけど、結社の仕業って可能性はどこまであるのかしら。何とも言えませんね。これまでの事件を見る限り、彼らは今のところゴスペルの実験以外の活動はしていません。そしてゴスペルは普通では考えられない現象を引き起こすことが分かっています。その意味で今回の脅迫事件は確かに毛色が違っていそうだね。現時点で結社の関与を示す兆候は見られないってわけだな。警戒のしすぎなのかしら。いえ、警戒しておくに越したことはないと思います。とりあえず今できる調査は全てやったと考えていいでしょう。皆さんの報告は私の方でレポートとしてまとめておきます。明日それをエルベリ宮にいるシード中佐に届けてもらえますか？うん、結局犯人は分からなかったから申し訳ないけど仕方ないよね。そういえば知らねえ、レンちゃんの方はどうだった？そっちの方はいくつか分かったことがあるわ。まずはホテルだけど、あの子とご両親は2週間ほどオートに滞在していたみたいね。その間ずっとホテルの同じ部屋に泊まっていたそうよ。そしてようやく今朝チェックアウトしたみたいね。なるほど。次は大聖堂だけど、滞在中何度か大聖堂に礼拝に来ていたみたいね。それで応対した司祭さんが言うには、ご両親の様子が変だったそうよ。礼拝中上の空だったみたい。ヒルダ夫人の話と同じですね。うん。最後に飛行船公社なんだけど、乗客名簿を調べてもらったらおかしなことが分かってね。え？おかしなこと？クロスベル出身のヘイワーズ夫妻とレン、ここ半年の乗客名簿にその名が見当たらなかったのよ。え？ミステリーだね。となると陸路を通ってリベールに来たということかな。そんなはずないわよ。だって初めて会った時飛行船で到着したとか言ってた覚えがあるもん。エアレッテンのあの時ね、確か大きな湖が見えたとか言ってたわね。そうでしたか。だとすればご両親が偽名を使っていたのかもしれませんね。偽名。後ろ暗いことがあったのか、トラブルを恐れていたのか、いずれにせよ旅に出る前から危険は予測していたみたいだな。レンさんのご両親については各地のギルドにも連絡しました。今は焦らず情報が入るのを待った方がいいかもしれませんね。とりあえずレンさんですが、しばらくギルドで預かった方がいいかもしれません。うん、トラブルに巻き込まれる危険もあるしね。よかったら私に預けてくれない？人事とは思えないし。そう言っていただけると助かります。王都滞在中、皆さんの宿泊はギルドが手配させていただきます。レンさんの宿泊費も持たせていただくのでご安心を。正直助かっちゃうわ。あ、そういえばヒルダさんの話があったっけ。ほう、そんな話が。うん、
正直ありがたい申し出だけど、今回はちょっと遠慮させてもらおうかしら。何か起こった時、ホテルの方がギルドと連絡もつきやすいしね。それは確かにそうかも。レンちゃんの両親の連絡が入ってくるかもしれないし。クローゼ、悪いんだけど。お気になさらずに、ヒルダさんの方には私の方から説明しておきます。僕とジンさんはそれぞれの大使館止まり、姫殿下はグランセル城止まり、君たち二人と年少組はホテル止まりというわけだね。その前にどうだろう、せっかくだから酒場で一緒に夕食を共にしないかい？あ、いいかもね。オリビアのピアノも久しぶりに聴いてみたいし。嬉しいことを言ってくれるじゃないか。エステル君もようやく大人の味が分かってきたようだね。いかがわしい言い方すんじゃないわよ。しかしそういうことならすぐに出かけた方がいいな。これだけの大所帯だ、席がなくなる可能性もある。あの子たちを呼んで酒場に向かうとしましょうか。さてと、私たちはここまでね。クローゼ、気をつけて帰ってね。近くですから大丈夫ですよ。あら、お姉さん、この辺りに住んでいるの？ええ、親戚の家に泊まるんです。それでは皆さん失礼します。お疲れ様。クローゼさん、さようなら。それにしてもやたらと盛り上がったわね。オリビエに呼び出されてミュラーさんまで来ちゃうし。そういうあんただって記者さんを呼んでたじゃないの。どうせだったらと思ってね。レンちゃんたちはどうだった？楽しかったわ。お料理も美味しかったし、面白い話もいっぱい聞けたし、ピアノもすごく素敵だったわ。うんうん、オリビエさんってピアノがとっても上手なんだね。ちょっとびっくりしちゃった。ま、一応演奏家を名乗っているくらいだからね。シェラ姉の方は切り上げてもよかったの？まだジンさんたちは盛り上がってたみたいだけど。本格的に飲み始めたら止まらなくなっちゃうからね。明日の仕事もあるし、今日は早めに休むことにするわ。そっか、それじゃあ私たちもホテルの部屋を取りますか。遊撃士協会の方々ですね。お話は伺っております。あいにくですが4人部屋を確保することができなくて、2人部屋を2つという形でお願いできませんでしょうか。あ、そうなんだ。知らねえ、どういう風に分かれる？私はどこでも。あんたたちで好きなように決めなさい。だったらレンはお姉さんと一緒がいいわ。ずっとお仕事ばっかりであんまり話せなかったんだもの。あ、レンちゃんずるい。私もお姉ちゃんと一緒の部屋がいいのに。ふふん、言ったもの勝ちよ。なんだったら一緒のベッドに寝てもいいけど。うそうそ、今夜はレンちゃんにお姉ちゃんを譲ってあげる。ありがとうって言った。うん、譲られちゃったわ。モテモテね。それじゃあ私はティータちゃんと同室か。寝る前にタロットを使ったゲームでもして遊ぶか。あ、はい。パパたちと一緒に泊まった部屋とは違うわね。向こうの窓からは大きな建物が見えるし。あ、どうしたの？お姉さん？あ、うん、ちょっとね。それよりもレンちゃん、ごめんね。パパとママのこと
なかなか見つけられなくて。ううん、いいの。だってパパたちちゃんと迎えに来てくれるってレンに約束してくれたもの。別にお姉さんたちが無理をして探すことないわ。でもレンのパパとママはかくれんぼが上手だったの。もちろんレンほどじゃないけどね。だから簡単には見つからないと思うわ。そっか。それじゃあ無理はしないでのんびり探すことにするわね。ええ、それがいいわ。それよりもレン、お姉さんに二つお願いがあるんだけど。お願い？何？あら、ダメよ。お願いを聞いてくれるって約束してくれなければ言えないわ。そうきたか。私にできることなら何でも叶えてあげるわよ。本当？嬉しい。最初のお願いはね、レンのことはレンって呼んで。ん？ああ、呼び捨てでいいってこと？ええ、そうよ。リータは呼び捨てなのにレンだけちゃん付けなのはちょっと納得いかないわ。そういうもん？うん、別にいいけど。なんだったら私のこともエステルって呼び捨てにする？お姉さんを？エステル、エステル、うん、いいかもしれないわ。だったらそう呼んでよ。よろしくね、レン。よろしく、エステル。嬉しいな。そっかそっか。それでレン、もう一つのお願いって？ええ、あのね、さっき部屋に入った時驚いた理由を教えてくれる？ああ、エステルちょっとだけ悲しそうな顔をしてたわ。だから気になっちゃったの。そっか。前にね、この部屋にある人と泊まったことがあるの。その人のことちょっと思い出しちゃってね。わあ、それってやっぱり恋人？残念ながらそうじゃないわ。家族として一緒に暮らしていた私の兄弟みたいな人かな。今はちょっと一緒にいないんだけど。その人ってどういうお兄さんなの？名前は？見た目は？ヨシアって言うんだけど、黒髪に琥珀色の瞳をしててかなりのハンサムだったかな。ハンサムっていうより美人って言うべきなのかしら。美人さん？だってお芝居とかでお姫様の格好とかしちゃってね。これがまた怖いくらいに似合っちゃうようなやつなのよ。うわー、いいわね。でもその人に一度会ってみたいわ。ねえねえ、いつ会えるの？それはちょっとわからないな。ひょっとしていつ会えるかわからないから悲しいの？ううん、それは平気。何年かかっても絶対に連れ戻すって決めているから。それじゃあどうして？きっと今頃ヨシアは無理をしてると思うから。なのに支えてあげられないのがちょっと悲しいかな。ごめんごめん、こんな話事情を知らないレンには面白くないよね。ううん、そんなことないわ。そのヨシュアってお兄さん本当に素敵な人みたいね。素敵ね。結構ひどいやつだと思うけど、あんな勝手な別れ方をして、私の初めてを。初めて？うわ、なんでもない。今日は疲れちゃったし、そろそろ寝るとしましょう。あー、ごまかした。もう全部聞き出すまで絶対に眠らないんだから。うう、しまったな。
ビンゴみたいですね。ああ、ようやく尻尾をつかんだぜ。それにしてもラベンヌ廃校とはな、うまい場所に目をつけたもんだぜ。確か空賊団が定期船の積み荷を奪うために利用した場所でしたよね。らしいな。エステルたちが途中にある露天堀の場所で空賊団の一味と交戦したそうだ。とするとそこをアジトにしている可能性が高そうですね。どうします？このまま踏み込みますか？ああ、ギルドと軍に連絡している暇はねえ。とりあえず潜入して残党の規模を確かめるぞ。ラジャーです。おかしいな。予想通りアジトのようだが、人の気配が感じられないぞ。そうですね。さっきの兵士たちどこに行っちゃったのかな。もしかしたら感づかれたかもしれねえが、まあいい、とっとと調べるぞ。ダメですね、もぬけの殻って感じです。先輩の方はどうですか？こっちも同じだな。留守中なのか、あるいは拠点を移った直後なのか。せめて行き先が分かるような手がかりでもありゃいいんだが。行き先の手がかりにはならなさそうなんですけど、あっちのテントでこのファイルを見つけました。おお、見せてみろ。なんだこいつは、妙な図面が書かれてやがるな。オルグイユ開発計画、何かの乗り物の設計図みたいだな。オルグイユ、ちょっとおしゃれな名前ですね。やっぱり飛行船なんでしょうか。さて、こういうのは門外観だからよくわからねえが。ん？どうしたんですか？ページの間にメモが挟んであった。招待状は配り終わった。テーブルと椅子も用意した。お茶会の準備はこれでおしまい。あとはお茶菓子を焼いてお客様が集まるのを待つだけ。へえ、ほのぼのした内容ですね。なんだか絵本の一節みたい。どうせ何かの暗号だろうさ。問題は何を意味しているメッセージかってことだが。チレ！え？嘘、いつの間に。ずいぶんと味な気配の立ち方をするじゃないか。あの赤い勝利にでも習ったかよ。アガト先輩。まあ、どうやら普通じゃねえな。連携で一角を崩してそれぞれ残りを片付ける。できるなお任せあれ。そんじゃ行くぜ。はい。
俺に任せな。おせんだよ、くらいやがれ。行くよ。俺の番だな。そこだ。顔を洗って出直してきゃ。ちなんだこいつら。片付けたはいいが、どうにも奇妙な手応えだぜ。何か危ない薬でもやってるんじゃないですか。前にルーアンの不良グループが薬で操られたって聞きましたけど。いや、それともまた違う手応えだ。まるで石か木をぶった切っているような。すごいすごい、お兄さんたちなかなか優秀な遊撃士だね。てめえは執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ、見くらう蛇に連なる者さ。とうとう現れやがったか。てめえなんでこんな場所にいる。特務兵の残党と一緒に何をしようとしてやがるんだ。今回の僕の役割はあくまで見届け役なんだ。具体的な計画のことを僕に尋ねるのは筋違いだよ。というか僕も知らないしね。見届け役だと。まあお茶会に参加するなら急いだ方がいいかもしれないよ。どこで開かれるかは知らないけど、少なくともここじゃないのは確かさ。それともここで僕と一緒に夜明けのコーヒーでも飲もうか。君まだ若いみたいだけど本当に結社の人間なの。悪いことは言わないから、そんなのやめちゃった方がいいよ。優しいお姉さんだな。でも道化師のことを笑い物にするのならともかく、心配するのはマナー違反だね。え、嘘。
あれだけぶちのめしてまだ動けるだと。だから君たち遊撃士ってのは甘いんだよね。やるんだったら徹底的に壊すつもりじゃないと。てめえ、ひどい、なんてことを。驚いた？なかなかよくできたびっくり箱だろ。これにて今宵のショーはおしまいか。それでは皆様ごきげんよう。ふざけんな！アガット先輩、あの、こんな死に方しなくちゃならねえほど罪深くはなかっただろうにな。とりあえずこのままにはしておけねえぜ。お前はそのあたりで適当に時間を潰しておけ。さすがに若い娘にはきついだろう。でもあれ、おい、あのアガト先輩、この腕作り物みたいなんですけど。何？歯車にゼンマイ、それに結晶回路の破片、つまりこいつは自律的に行動する動力人形、いわゆる人形兵器ってやつやろね。何者だ？七王教会の巡回神父ケビン・グラハム言いますわ。アガット・クロスナーさんとアネラス・エルフィードさんやね。モノは相談なんやけど、お互い情報交換をせえへんか。相変わらず見事な手並みじゃないか。あなたたちこそなかなか見事な連携だった。おかげで一気にケリがついたよ。おだてても何も出ないからね。これで10体目だよ。あとどれだけ狩ればいいのさ。そうだな、そろそろ狩り尽くしたと思う。王国軍も動くだろうし、この辺りが引き際だろう。そっか。しかし結社っていうのは何を考えているのかわからねえな。どうしてあの黒坊主どもの人形なんざ徘徊させてるんだよ。そう、まさにそれだぜ。本物の特務兵の残党たちは一体どこに行っちまったんだ。多分あのメモにあったお茶会の可能性が高い。人形兵器はそこから軍の目をそらすために使われたんだろう。なるほどな。どこで何をするかは知らんが、どうにもきな臭い雰囲気だぜ。まあ俺たちが手を貸す義理なんじゃないんだが、そのお茶会ってのは放っておいてもいいのかよ。今頃遊撃士たちがあの廃校を捜索しているはずだ。このまま軍とギルドに任せよう。そうそう、メモと設計図を残しただけでも十分だってば。こうしてギルドに代わって人形退治だってしてるんだし、あとはあの能天気女たちに任せとけばいいんじゃないの。
なんだよ、今さら昔の仲間が心配なの？いや、もう僕には関係ない人たちさ。お茶会が始まれば軍の警戒もそちらに向かう。その機を逃さずに動こう。ああや、さて忙しくなりそうだぜ。なるほど、これは充実した報告書だな。本当に助かった。よくここまで調べてくれたね。犯人を特定できなかったのは正直心残りなんだけど。調査報告としては十分すぎるさ。この段階で脅迫犯が見つかるとはこちらも考えていなかったからね。どちらかというと今後の警備の参考にするために必要だったんだ。そう言ってくれると助かります。それで王国軍の方ではあれから進展はあったのかしら？まあ昨日のうちに警備体制の第一段階を完了したくらいかな。以後条約調印式が終わるまでこのエルベリ宮が警備本部となる。それで兵士さんたちが結構詰めているんだ。そういえば周遊道にも魔獣がほとんどいなかったわね。今朝大規模な掃討作戦が実施されたばかりだからね。条約調印式までの間定期的に行おうと思っている。普段からそうしてくれるとギルドとしても助かるんですが。それを言われると耳が痛いな。そうだ、昨日言っていた女の子のご両親についてだが、各地の関所に通達は出したが未だ情報は入っていなくてね。そっか、気長に待つしかないのかな。こちらも情報が入り次第ギルドに知らせることにしよう。とりあえず脅迫状の調査はここまでやってくれれば十分だ。後でギルドに報酬を振り込ませてもらうよ。うん、よろしく。でもこれから先はどうするの？私たちもこのままオートで警戒に当たった方がいいのかな？もしオートに残るのであれば協力してもらえると助かるな。ただ君たちが忙しいのは我々も理解しているつもりだ。無理を言うつもりはないよ。レンの件もあるし、エルナンさんに相談してみる？ええ、そうしてみましょう。失礼します。なんだ、どうした？問題ない、彼らは協力者だ。は、それでは。先ほどレイストン要塞から動力通信で連絡がありました。どうやらモース地方に情報部の残党が現れたようです。何ですって？うん、詳しく話してくれ。それが最初に発見したのはギルドの遊撃士だったらしく、正確な現地の状況は未だつかめていないようですね。とりあえず司令部からは全王国軍部隊に第二種警戒態勢に入るようにとの指示がありました。そうか、わかった。どうやらお互いに忙しくなるかもしれないな。ええ、そうね。エステル、急いでギルドに戻るわよ。うん、シード中佐、警備のお仕事頑張ってね。ああ、そちらも頑張ってくれ。報告書を渡すだけだって。素直にギルドで待っててくれればいいのに。まあひどいわ、レンはエステルと一緒にいたいだけなのに。ほらティータも何とか言ってあげなさいな。
私？お姉ちゃんたちと一緒にいたいのは確かだけど、お仕事だし、あんまりわがままは言えないかな。そう。だったらエステルのことはレンが取っちゃうことにするわ。ティータは仲間外れなんだから。レンちゃんひどいよ。ほらほら、喧嘩しないの。ティータはお姉さんなんだから、少しは多めに見てあげないと。でもいつの間にかお互い呼び捨てになってるし。お姉ちゃん、私いらない子なの？もうそんなことあるわけないじゃないの。ほれほれ、どうだ。そんな顔してると抱きしめちゃうわよ。あ、もうお姉ちゃんだら。ティータずるいわ。エステルってば本当にモテモテね。それはそうと、急いでギルドに戻らないと。あ、そうだったわね。何かあったんですか？ええ、どうやらボース地方で特務兵の残党が現れたみたい。あ、本当ですか？うん、詳しいことはまだわからないんだけど、とりあえずギルドなら情報が入っていると思うし。それじゃあ確かに急いで戻らないとダメだよね。すぐにレンにわからない話をする。ごめんごめん。とりあえず用事があるからギルドに戻らなくちゃいけないの。あら、そうなの？残念ね。こんなにたくさんの兵士さんがいたらかくれんぼも楽しいと思うのに。隠れていいのはこの辺りの森全部っていうのはどうかしら。すごくダイナミックだね。それはさすがに勘弁してほしいかな。それじゃあ早速オートに戻ることにしましょう。この最高位の王位継承権を持つデュナン・フォン・アウスレーゼをバカにしておるのか！めっそうもありません。実は今朝エルベ州誘導で魔獣の掃討作戦がありまして、ですから護衛の数はこれだけでも十分かと存じます。そういう意味ではない。私ほどの重要人物に対して護衛が3人のみとは無礼千万。せめて10名は用意するのだ。しかし、閣下、あまり無理を申されては。せっかく陛下のお許しが出たのです。それだけでも行幸と思いませんと。黙れフィリップ。そもそも処分そのものが不当極まりなかったのだ。ならば親衛隊の全大使をもって出迎えるのが筋であろう。親衛隊全員とはさすがに行かないんだけど、よかったら私たちが一緒についてってあげようか。そなたたちは。おお、皆さん。まったくもう、公爵さんも相変わらずね。あんまりわがまま言ってみんなを困らせたらダメじゃない。気安く公爵さんなどと呼ぶでない。どうしてそなたらがこんな場所にいるのだ。すでに民間人の立ち入りは禁止されたのではないのか。ここの警備責任者さんに届け物があって来ただけよ。で、公爵さんたちはこれから散歩にでも行くの？聞いて驚くでないぞ。私を縛りつけた不当な戒めがついに解かれることとなってるだ。不当な戒めが解けた？ひょっとして謹慎処分が解かれたのかしら。はい、今朝方陛下からの連絡がございました。
離宮を辞し、グランセル城に戻ってくるようにとのお言葉です。あらら、ずいぶんあっさりしてるわね。へえ、でもまあよかったじゃないの。もう二度と利用されないように自分をしっかり持たなくちゃね。なる？やっぱり生活態度を見直した方がいいんじゃない？公爵さんってだらけ切った生活してそうだし、運動なんかおすすめするわよ。あれ、私変なこと言った？いえ、エステル様のおっしゃる通りかと思います。そもそも閣下が自分をしっかりお持ちでいれば、リシャール大佐に利用されることなどなかったはず。このフィリップ、今一度そのことを進言させていただきたく。説教はたくさんだ。もうよい。このような場所に1秒たりとも長居できるものか。とっとと王都に向かうぞ。おう。あれ、付き合わなくてもいいの？いらぬ。行くぞ者ども。エステル様、毎度ながら本当にありがとうございます。なんとお礼を言っていいか。いいってば。でもフィリップさんもたまにはちゃんと叱らなくちゃ。叱ってくれる人がいないからああなっちゃったんじゃないの？え？根は悪人じゃないと思うし、その気になれば立ち直れるわよ。要はきっかけじゃないかしら。エステル様、その言葉、このフィリップ胸に染み入りましたぞ。フィリップ、何をしているのだ。グズグズしていると置いていってしまうぞ。はい、ただいま。それでは皆様、私めはこれで。やっぱり一緒の方が良かったと思うんだけどな。エステルってば、さすが先生の血を引いてるだけはあるわね。え？やっぱりお姉ちゃんはすごいな。初めて会った時からそんな気はしたんだけど、エステルって限りなくお人よしさんなのね。お人よしってなんで？わからないならそのままでいいわ。とにかく王都に戻りましょう。おう、戻ってきたか。皆さんお帰りなさい。ご苦労様でした。報告書は渡せたようですね。うん、そっちは問題なく。つい先ほど王国軍から報酬の振り込みがありました。取り急ぎそれをお渡ししておきましょう。
この調子で次の依頼も頑張るわよ。さすがシード中佐、仕事が早いわね。それよりもボス地方に特務兵どもが現れたって聞いたんだけど。やはり離宮の方にも連絡が行ったみたいですね。ちょうどその話をしていたところなんです。発見したのはギルドの人間らしいわね。ええ、アガットさんたちです。アガットたちが？ラベンヌ廃校の内部でアジトを発見したそうです。あいにくすでに引き払った後だったみたいですが。ラベンヌ廃校の内部、空賊たちと戦った場所か。なるほど、盲点だったわね。引き払ったということはすでに別の地方に行ったの？それがボース地方の各地で特務兵の姿が目撃されたらしく、現在国境師団が総力を挙げて調査をしているみたいですね。そうなんだ。私たちもボース地方に助っ人に行った方がいいのかな？いえ、現地の状況が分かるまで迂闊に動かない方がいいでしょう。それにどうやら結社も動いているようです。え、何ですって？アガットさんたちが廃校のアジトで遭遇したそうです。同騎士カンパネルラ、執行者の一人みたいですね。うん、また新顔ね。さらにアジトで奇妙なものが発見されたそうです。まずはオルグイユという動力駆動の乗り物の設計図、そしてお茶会という不調で語られた謎の計画メモです。オルグイユ、お茶会わけがわからないわね。動力駆動の乗り物って何なのかな？お茶会というのもなんだか気になりますね。さすがに落ち着いていられないわね。まあ焦るなって、現地で軍とギルドが頑張ってるみたいだからな。じきに状況もわかるだろうさ。ええ、気は流行るでしょうが、オートにとどまっていてください。今のところは各自自由になさって結構ですよ。うん、そう言われても。あれ、そういえばオリビエはどうしたの？それが帝国大使館から先ほど連絡がありまして、野暮用ができたとおっしゃってお出かけになりました。すぐにギルドにお戻りになるそうですが。どうしたのかしら。あれ、レンはどうしたの？え？あれれ、さっきまではちゃんといたんだけど。もしかして話が退屈だったから遊びに行っちゃったとか？うん、可能性は高そうね。もうしょうがないわね。でももしオートを離れるとしたら、レンのことも何とかしないと。私ちょっとあの子を探してくるわ。あ、私もレンちゃんが行きそうなところわかるかもしれないし。そっか、助かるわ。エルナンさん、そういうことなんだけど。ええ、お願いします。私の方は各地の支部と残党の行方について情報交換をしていましょう。任せてください。さてと、あの子の行き先なんだけど、ピーター、心当たりある？昨日は東街区をいろいろと回ったから、そのうちのどれかかも。いろいろと回ったって？まずは百貨店でお買い物をしてね。それから歴史資料館に行って、最後に時計台の近くにあるアイスクリーム屋さんに行ったの。なるほど、いろいろね。ティータも結構ノリノリだったんじゃない？まずはそのあたりを探した方が良さそうですね。ええ、行ってみましょう。